はい、皆さんご視聴ありがとうございます。 To be winner でございます。さあ今回はですね、この位置、この立ち位置でのストローク練習に挑んでみました。普段の僕からするとかなり後方、かなり下がった位置で、その上かなり弾んでくるボールを高い打点で打つという練習ですね。これもね、ボールの軌道は極力直線的にならないように、曲線的な軌道で、つまり回転をかけて落とす練習、それが理想になりますね。いや、これね、何かって言いますと、 YouTube の西岡プロのチャンネルで、西岡プロのお兄さん、西岡康さんさんがですね、プロツアーコーチをしていて、その方がプロのボールと打ち合うための練習の一つ、やるべき練習として取り上げていたのが、この位置でのこの打点でのボールを打ち込んで、曲線的な軌道で相手コートの深いところに返すっていう練習。世界のプロは回転量がものすごく強くて、ボールが重いからこのポジションで打つ必要がある。だけどみんなこのポジションの練習を全然やらない。なので意図してやるべきっていうので、それについて西岡プロもね、ものすごい同意してたので、で西岡プロがね、デモンストレーションで打ってて、まあかっこいいんですよ。でもね、これはめっちゃ難しいからやってみ、絶対できんみたいなこと言って、できたら DM 送っていってたんで、これは DM を送るチャンスだと。まあそんなわけでね、早速やってみたんですけどね、これはね、めっちゃむずい。てかね、できない。実際ね、プロツアーでは外国人選手が打ってくる重いボールをこの位置この打点で打ち合ってるっていうんですから、これ本当に世界でプレーするって本当にすごいことですね。まず後ろなので、深く飛ばすためにはそれなりに強くインパクトする必要があるんですけど、そもそもこの打点ではそこまで力が入らない。インパクトにパワーを伝えていくというか、パワーが伝わる打点がわからないっていう感じですかね。しかも飛ばせるパワーを伝えるだけでも難しいので、軌道は曲線的、つまりスピンを強くしていかないといけない。その両立をってなると本当にむずい。まずボールの軌道が曲線的にならないですね。どうやっても直線的に飛んでしまう。無理に軌道を上げようとすると回転量が足りなくってボールがコートに収まらない。そもそもこの打点で強い回転を加える、ラケットを振り抜いてボールにインパクトできる打点ってどこなのか、その辺がよくわからないっていうのが正直なところで、いや、ね、これやってみてよかったです。やってみないとね、わかんないことってありますよね。ちょっと DM はできない。DM はできないんですけど、全然本当にできないってことが分かったので、でもね、そのできないってことが分かったってことが嬉しいので、なんとか西岡プロと西岡康さんさんコーチにはね、感謝を伝えたいですね。まあ、いくらかの工夫でね、これはね、多分できるようにはなりそうな感じがある。そこのポイントかなっていうふうに思いますね。あ、一応バックハンドとかもしてみました。もともとバックハンドの高い打点が僕苦手なので、これを一球処理できればかなり違うのではないかなと思ってのバックハンド練習。だからね、さっきよりまでよりは、ちょっとポジション前にするようにしました。さっきはちょっと後ろすぎて、さすがに僕が出るレベルであの球威であの深さに打ってくるってことはないのかなと。あの重さでこのポジションのラリーさせるプレイヤーが今から、それプロ目指した方がいいです。プロ目指してください。だからまあ、いつもよりはポジション後ろ、ちょっと打点高め。この位置で、この打点でボールを曲線的にストレートに打つ。バックハンドこそ力が入る打点がわからない。力の入れ方がわかんないって感じでしたね。打ち負けちゃってね、ボールが飛ばない場面の方が多かった感じがしますね。もう少しこう振り抜ける打点か、ボールに負けない打点か、そのあたりをね、探しておきたいところですね。いや、さっきやってみてよかったっていう話をしたんですけど、最近ね、大会にね、まさにこんな感じの展開で負けたんですよ。まあ、球威があってボールが重くってポジションが後ろにってわけではないんですけど、とにかく軌道高めの回転量強めのボールで、バウンド後に高めにボールが伸びていく。そのためポジションを下げられた上に高い打点で打たされる。いや、これ知ってれば、もう少し練習してれば、そこでね、なんとかできたんじゃないか。ちょうどそういう試合を経験したんでね、その試合はね、相手の方がロボコードではないんですけども、強く回転をかけたボールを深く左右にコントロールしてくる感じで、ラリーをしててもね、僕
僕もポジションを下げたりライジングでいろいろやってみたんですけど、ポジションを下げるとボールが飛ばずに最悪は入ってばボールが甘くなって次のボールで決められてしまう。ライジングでもやっぱり練習あんまりしてなかったんで甘くなって決められちゃったり、こちらのミスが増えて、まあきっちり負けましたよね。今回やってるみたいに後ろからの打点を思いっきり叩いてこの軌道で打てばこの深さに返せるっていうことをちゃんと分かっていれば、ああいう相手にも対処できたなーってすごく感じていてですね、僕らのレベルのプレーでもこの練習はね、知っておけば全然違うなって思いましたね。今度ね、今回り込みのフォアハンドで練習をしてみているんですけども、これも僕らのプレーでは実践的な練習で、僕らのレベルの試合のところ下がったポジションで打つことってロブ気味のボールで来ることが多くあるような気がします。だからそれを回り込んでストレートにコントロールして深く入れるっていうこの文化はね、結構ある気がするし、これができるとかなり楽になる。やってみてね、そう思いましたね。だんだん結構ね、それらしい軌道も増えてきている気がしますし、練習していけばかなり有利かもと思います。あとやっぱこの打点、このポジションの練習を実際あんまりみんながやっていないとすれば、逆にそれを相手にやらせる、つまり僕が負けた相手のようにこのポジションでのラリー、自分がここに相手を追い込むことができたと思ったら、これはね、意図的にやっていくべきだと思いました。相手の深いところに強いスピンをかけて少し軌道を高める、相手を押し下げていくようなボールをコントロールし続ける、そうすることで相手のミスを積極的に引き出していくっていう、このことに気づけたのもね、かなり大きいですね。ニュートラルなストロークでも相手を追い詰めていくっていうことができそうな、そういう発想をすることができたんで、これはね、かなりやってみて自分がどういうボールを打つべきなのかっていうイメージを固めることができたんで、本当にやってみてよかった。やるべき練習だと思いますね。で、まあ、まとめなんですけどもね、まあ、とにかくポジションが後ろからっていうのと、それを曲線的にっていうので、まあ、パワーを伝える、インパクトに対してパワーを伝えるであったりとか、それを振り抜いて、スイング振り抜いて回転をかけやすい打点っていうのがどこなのかっていうのを把握しておく、逆にこういうボールを打たせられるように自分がラリーをしていく、それが見つけられただけでもね、すごくいい練習だったと思いました。てな感じでね、これからもいろんな練習試してみてね、皆さんにこんな効果ありましたよって伝えていきたいと思いますんで、ぜひとも応援よろしくお願いします。グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた。